皆さんこんにちは。引きこもりスアワーの時間です。さてさて、本日もどのようなお便りが待ってますか。早速行ってみましょうか。じゃん、ペンネームサンピアさんよりいただきました。サンピアさん、またまたもやもやお便りありがとね。とってもとっても嬉しきですから、ありがとうございます。本当に本当にエブリデイエブリデイ、こうしてお便りくださいまして、もう頭が下がる思いですよ。本当にありがとうございます。そして本日のその気になる内容ですが、じゃん、あー、これはなんだか僕が褒めたたえられてるようにも見えちゃいますけれども、どうなんでしょうね。皆様に簡単にご説明しますね。簡単にご説明しますと、あれです、世界一、スポーツで世界一になった人がもらえる首からかけるもの、はいはい、それです、それです。それと僕とが合体した一言になっております。語尾に僕がついているんですよ、その首からかけるものに引き続きまして。ですからなんとなくこの言葉をパッと見ると、まるで僕がそれになったような気がしちゃいますよね。はい、でも僕がそれを取れる可能性は本当の本当に 0% なのでございますよ。もう全くもって取れる可能性のあるものが何一つございません。文部においてですよ、もう。はい、スポーツだけに限らず、本当に学業の方でも全然何にもありませんよ、僕の中では。それほど文部に秀でてないリスなのでございました。はい、でもあれなんです、今回どれぐらいその3位までの方がもらえる首から下げられるものはどれぐらいもらえたんでしょうかね。そこら辺は気になりますよね。とは言いつつ、僕はスポーツが全くもって苦手ですから、この最近のそのスポーツの特番、これを全く見てないんですよ。でもですね、そのなんて言うんですか、熱戦とか時折ニュースでやるじゃないですか。その熱戦を見ると、うわ、すごい面白い、なんだか見入っちゃうというような感じになるんですよ。ですからスポーツをしない僕でもそうして見入っちゃうという、そのスポーツの力ってすごいですよね。なんでしょうね、なんなんでしょうか、あれは。エネルギーと言いますか、本当に人と人とがクリーンに戦い合うこの気持ちよさって言いますか、もう勝っても負けても、あー負けたらあーとはなりますけれども、それでもあーすごいなーっていう風になるじゃないですか。ああいうスポーツの力って本当に不思議ですよね。本当に僕はそれらで頑張っている方々を心より応援したい気持ちは持っているんですよ。ということでして、ここまで言いましたら、もうあれねっていう風にお分かりになられたかと思います。では行ってみますかね、サンピアさんの一言。それでは行きます、サンピアさんよりの一言、どうぞ。
金メダルリス。